ヨスクリスです。はい、今回はね、イエローヘッドモニター今映ってるんですけどのメルの動画なんですけどね、お迎えしてからね、だいたいもうね1ヶ月、経ったんで、ちょっとねどんぐらいになったかっていうのとかね、今の現状をね、発表していこうと思います。まあね、初めてのねモニター飼育なんでね、ちょっと今回はこれをね記録にしていきたいなと思います。でね、お迎えした時まずねサイズとかからですね。サイズはね、お迎えした時はこの子ね、だいたい32センチ33グラムだったんですけど、現在、5月のね28日だと、36センチの47グラムですね。まあ、ちょっとね大きくなりましたね。そんなにねめちゃくちゃ大きくなったかって言われたらそうではないけど。でね、この子ね、もうね、ご飯もね、ほとんど何でもね、食べてくれてます、今んとこ。なんだっけ。まあね、冷凍コオロギだったり、人工飼料だったり、ディビアだったり、今ね、この3個あげてるんですけど、一応全部食べてくれてます。なんでね、まあすごい健康に育ってるって感じですね。で、飼育環境もね、多分ね、ちょっと前にね、出した動画から、ちょっとも変わってないんですけど、まあ、こんな感じでね、流木でバスキングしてくれてます。はい。まあ、1ヶ月経つとね、ちょっとは慣れてくれたかなって、環境には慣れたと思いますね、やっぱり。でね、ご飯今はね、毎日、ほぼ毎日、3日に2回ぐらいあげてるんですけど、こんな感じで。リュビア2回に人工飼料1回のペースでご飯あげてます。どちらかというとね、リュビアの方がやっぱり食いつきはいいですね。まあ、多分虫だからっていう、生き餌だからっていうのもあるかもしれないんですけど、冷凍コオロギはね、他の子にね、ちょっとあげたい子がいるんで、たまにしかあげないんですけど、リュビアでもこんだけ食いつきもいいし、消化不良とかもね、ないんで、まあいいかなって感じです。はい、まあ、結構ね黄色みがね帯びてきたかなって顔の周りとかはね思いますね。よいしょ。こんな感じでいい感じにねご飯も食べてくれます。本当に困ることはそんなにないですね。よいしょ。結構なんかもう今んとこはまだね、そんなにサイズも大きくないんで、普通にトカゲ飼ってるみたいな感じなんですけど、もうちょっとね、70センチ、80センチとかになってきたらモニターをね、飼ってるっていう感覚になるのかもしれないです。まあマウスとかね、ご飯であげ始めたらなのかな。よいしょ。落としたなぁ。どこ落としたかな。よいしょ。ちょっとちっちゃかったかな、餌が。まあでもいい感じに食べてくれてます。で、1ヶ月あって変わったところはねそんなにないですね。まあ強いて言うなら、水の中にめちゃくちゃ入って泳ぐようになりましたね。よいしょ。でね、基本的にこの子はもうね、朝の8時、9時ぐらいからね、動き始めて、でね、昼間の14時、15時ぐらいから寝始めちゃうんで、結構ね、活動時間は短いですね。よいしょ。なんで、ご飯はできるだけ朝にあげるようにしてます。今もね、11時なんで、起きてから2、3時間経ったぐらいの時間であげてます。まあね、今日はね、たまたま休みなんでね、この時間にあげれるんですけど、普通の日とかはね、そういう時間にあげれないんで、朝起きてね、8時とか7時にこの子が起きてるんだったらあげてって感じですね。めっちゃこっち見てるな。で、リュビアはね、一応ね、やっぱり、コオロギよりは殻とかがあるんで、殻っていうか硬いんでね、ものが。なんで頭は潰してあげてね、完全にね、絶対この子のことを噛まないようにしてからあげてます。あとは動きもすごい鈍くなるんでね。よしよしよし。
いい感じに食べてるね。まあこんな感じでね、1ヶ月経ったらね、ご飯は何でも食うし、まあうんちとかも健康にするしって感じでね、落としたかな。よいしょ、最後の1匹だよ。はい、するしって感じでね、本当にすごい健康に育ってくれてます。おお、どんな体勢で食うってるんや。はい、これでごちそうさまですね。 今のは今日はね、リビア10匹あげました。人工飼料だったら食べるだけあげてもねいいんですけど、リビアはねなんとなく10匹から15匹ぐらいにしてます。まあ、多分よく食べる日でも15匹ぐらいなんでね、なんで最大でも15匹ぐらいを目処にしてます。今んとこめっちゃ暴れ回ってるな。まあ、こんな感じでね、この子は結構この流木の周りをねスタ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 歩き回ってます。まあそんなにね広くもないんでね、ケージ自体が。でここでバスキングして、あのね流木がねちょうどライトのね直下なんで結構温まれてると思います。木もね暖かくなってるんで。はい、まあ今回はねこんな感じで、1ヶ月経ったねモニターのね近況報告みたいな感じですね。まあ普通に健康に育ってます。でね、そろそろね、ピンクマウスとかもねあげてみようかなって思ってるんで、まあ準備ができたらまたね動画を撮っていこうと思います。はい、でね、人にはそんなに慣れてないんでね、持ってあげてもねすぐに動き出しちゃう感じですね。人に慣れてないっていうわけじゃないのかもしれないけど、まあ多分ね、ベタ慣れってわけではないですね、まだ。はい、じゃあ今回はねこんな感じで、イエローヘッドモニター1ヶ月経ったけどめちゃ健康ですよっていう動画でした。今後もね、イエローヘッドモニターのメルのね成長に乞うご期待ということで、気になる方はねチャンネル登録高評価もお願いします。それじゃあバイバーイ。